皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はシーンで大量購入した服を発表したいと思います。はい、普段私シーンで服を買うことってないんですけど、年に2回くらい買うかなみたいな感じなんですが、今回可愛いのがたくさんあったので約2万円分くらい購入しました。で、今着てるこのデニムとこの T シャツもシーンで買ったやつです。それ以外に本当になんかまあこの夏に着たいなっていうようなやつ結構買ったのでご紹介していきたいと思います。おー、なんか落ちた。はい、はい、じゃあまずね、今着てるこの T シャツとデニムなんですけど、私無地の T シャツしか基本的に着ないだけど、なんか最近韓国ファッションとかで結構柄物系、結構プリント系また流行ってるのかなというか、可愛いのいっぱい皆さん着てるなって思ったんで買ってみました。これ綿じゃなくてちょっとナイロンっぽいというか、ちょっとテロテロ素材だから着ててひんやり感みたいなのを感じます。全然シワになってないから、ナイロンめんどくさい人とかはすごいおすすめです。ちなみにこれはね、691円、安っ。 XS が一番小さいサイズだけど、152センチくらいの身長で、袖がここまで来るし、丈ももうここまで来ちゃったりします。で、デニム、このデニムも生地が薄いっていうか、そんなに厚みはないんだけど、でもしっかりしてて1812円です。で、L サイズだけど、私ウエスト周りが結構どうしてもお腹出ちゃうんですね。で、 L でちょうどいいかなって感じです。ほら、もうお肉が乗っちゃってるけど、私は L がちょうどいい。で、丈感も私結構ダボっとデニムは履きたいタイプなので、これくらいダボっとします。だから身長152センチの人は L だと、で、立ってる日だと丈が長いかなと思いますが、でもこの横の柄とかがちょっとした可愛さを生んでいるのではないでしょうか。はい、で、そんな感じで、まあ、このデニムにさっと合わせれたらいいなっていうので、他に T シャツとかロンティーとかもいっぱい買いました。今回は無地じゃないロンティーを主にいっぱい買ったんよね。無地のロンティーは1枚だけ買って、これ1枚だけ何にでも使えそうなロンティーを1枚買いました。で、 T シャツがもう1枚、これ黒のなんか柄物、なんか昔似たような柄がその辺にあったと思うけど、なんかこれをまた1枚買いました。これも816円の XS サイズです。サイズ感もほぼ一緒、ブランドが一緒だから、シーンの中にもちょっとね、ブランドっていうのがあるんだなっていうのを、私はシーン初心者なんですけど教えてもらいました。なので、いいブランド、シーンにしてはちょっと高めだけど生地としてはいい感じのやつとか、あとサイズ感が同じだから合わせやすいなって思います。こんな感じね。ちなみに今回バッグも買って、バッグも2つ、なんかなんちゃってボッテガみたいなのを買ったんだよはい、これなんちゃってボッテガバッグ、緑色。車椅子の人って特に女子ってハンドバッグとかって持てない、トートバッグとか持てないから、基本的にショルダーになっちゃうと思うの。でもショルダーでもあんまりチェーンが長いと持ちにくいんだよね。だからちょうどいいチェーンの長さ、またはあとカバンのサイズ感を探すのって結構大変で、これはなんかそんなにめちゃくちゃ荷物いっぱい入るわけじゃないんだけど、ワンポイントとして、基本私黒と白しかカバン持ってないから、ベージュしか持ってないから、このワンポイントとして緑のバッグあったら可愛いなと思って買ってみました。どうでしょうか。これのボだけかな。これが861円です。で、よくシーンで買うようなものって匂いがあるって言うじゃん。でもこれは全然買った時からそんな匂いがしなくて、で、すごい柔らかいの、本当に柔らかくてすごい使いやすいなって思いました。まあ、ちょっと
お出かけ用、地元で飲みに行く時用とか、焼肉屋さんにも持っていけるようなバッグが欲しかったんですよ。臭くなってもいいようなバッグみたいな。だからそれでこのシーンのやつ買ってみました。あとこれは携帯となんかチロッとなんか入ればいいなっていう、またますますミニミニなんちゃってバッグ、これもちょっとそこまで用で843円で、ここに入れ物が入れれるところがあるのと、携帯がここに入るっぽいんです。私 iPhone これ12だけど、ここのソケットがついてあたるとどうしても厚みが増すんだけど、それでも入ります、入ります、入って、はい、ちゃんと止めることができます。ただこっちがちょっとパンパンになっちゃうから、財布とか入れるのは大変。なんか後ろにも挟む用のなんか何かがあるんよね。でも底がないからこれ何に使うかちょっとわからないけど、もしかしたら使えないかもしれないけど、そこまでバッグとしてなんとなく買いました。今季流行ってるのか知らないけど、ロンティー類、なんかこのなんていうの、こういうのサッカーシャツ、野球シャツ、なんかこういうのは今韓国アイドルの中で流行ってきてたよね。まあ、これは結構柄物だけど、このロンティーっていうのも、まあ私服できるかわかんないけど、マジで私は地元にいるときは本当に結構適当な格好しかしないから、適当だけどおしゃれですみたいな感じのコーデを組むために、なんかこういうさらっとしたロンティーを買いました。でそれに合わせてこの適当ジャージこういう風に組み合わせて自分の地元は歩き回りたい派です。一回このロンティー着てみようか。こんな感じで着てみました。サッカーユニフォームみたいな感じよね。でもこれが今流行ってるんでしょ、知らないけどこんな感じでなんかこう入れるのかダボっと着るのか、こんな感じで、それが意外とちょうどいい。ここの胴回りは長いけど袖が意外と短いな。白と黒がこれ色っちで同じやつ買って、これは1枚1111円の M サイズです。はい、こんな感じ。こっち979円の同じ M サイズ、ちょっとブランドは違うけどでも大体同じそうです。こんな感じ、まあ、さっきの緑のカバンもいいんだけど、エコバッグをオリジナルのやつちょっと作りたいなって、なんか自分がいろいろ荷物持つ時とか自分のなんかちょうどいいやつ作りたいなって思って、今回このトートバッグを作ったんです。 Make each a happy day っていう、私が絵本とかのタイトルにしてる一日一日をハッピーにっていうやつを、これ刺繍でこのバッグに入れてます。で、麻布で作ってるの。だから私はこの麻袋が好きなんですよ、この色味が。でこんくらいのサイズ感なので、まあ、結んでお膝の上に置いておくのも別にいいと思うし、あとは車椅子に引っ掛けやすいサイズ感にしてるつもりなので、はい、車椅子に引っ掛けるとこんな感じになります。ちょうど横幅がね、いい感じで収まるんですよ。で長さも地面につくまでの長さにしてない。次はですね、このビスチェになります。最近ずっと流行ってるよね、ビスチェということで、まあ、さっきも言ったように私白 T を着ることが多くて、それだけだとなんか物足りないなって思ってビスチェを買ってみました。1232円。ちなみにこのデニムのビスチェなんですけど問題がありました。さすがおしん様ですねっていう、これ本当はね、このフロントジップ で結構伸縮性あるの、ほらこうやって伸びるから着やすいそうだなって思って、サイズこれ L か L にしました。着やすそうだなって思ったんだけど、ここ開かないの、ここ開かないの。なぜかというと一番下ここ最後がここ
一緒に縫われてるんですよ。この下からズズ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 ズって縫られてきたものと全部一緒に縫われちゃってるから、フロントジップなのにオープンにならないっていうようなミスチェになります。まあここ切ればいいのかもしんないけど、なんかほつれちゃいそうで、まあ着なくてもさっき言ったように柔らかいからこうやってかぶって着ることができるんですよ。それでいいかなと思います。どうだろう、今 T シャツで合わせるの初めてなんだけど、いけるかな。でちょっと今下のデニムと色味は若干違うんだけど、こういうのってさ、ごつくなりやすいよね。ここでもう紐の肩紐の調整ができる、すぐ簡単にできるので、下は出さない方がいいかもね。お腹出ちゃうけど、はい、こんな感じでセットアップ風で着れます。伸縮性があるから苦しくない。でお腹出てる私からしてみても、なんかちょっと逆にガードル感になってお腹がへっこんでるように見える。これにさっき合わせたほらワンポイントでこの緑の合わせてみたら、可愛くないですか。ちょっと透明なんだけど、色味透明の動画的には気になってないんですけど、どうですかね。はい、こんな感じです。続きましてテイストが変わりまして、なんていうの、モード系みたいな感じですね。はい、このシルバーのパンツに一目惚れしたの。普通の ZOZO で買えるブランドで、色違いの緑色っぽいやつは持ってるんだけど、このシルバーがめっちゃ可愛いと思って、はい、ポッケありますね。で足も結構長いけど絞れるところがあるので、長いなって思う人はキュッて絞れます。でトップスは、はい、スケスケ。これ中のブラもシーンで買いました。ノンワイヤーでめっちゃ着心地がいい。でもうスケルトンもうお腹ビヨンビヨンって出ちゃうので気になる人はキャミソールを1枚、これもシーンで買ったけど、これを1枚中に着て、これ T シャツ、スケスケラメラメ T シャツを着たらいいかなと思います。すごいお腹がやばいかもしれないけど、まあいいか。理想はこんな風に着たいけど、お外に行くときはもしかしたらキャミソールを着ないと生きていけないかもしれない。値段が5枚セットで1246円、めっちゃいい。あのノンワイヤーだけどすごい支えてくれるし、つけ心地もサラサラで気持ちいいです。でこのラメラメ T シャツは、382円です。クソ安、あ、クソ安なんて言ってはいけません、お安いですね。L サイズになります。で下のこのシルバーのかわいいかわいいパンツは XXS サイズで1585円。 XXS サイズもすごい下タワタワしてるから本当にいいと思います。ウエストがゴムなので、もうこれだけ、ほら見て、これだけ余裕が XXXXXX サイズ、おすすめでございます。続きまして、はい、前も似たような感じの青いやつ買いましたが、やっぱ黒いのも欲しくて買いました。はい、これね、これも1枚でさらっと着れて気持ちいい。で中も透けるけど、さっきのやつほどなんか過激ではないからいいと思います。これ1枚でもいいし、この鍵編み系のやつ去年かな、去年だか一昨年ユニクロで買ったんだけど、あれはちょっとニットっぽい素材だったんだよね。サイズもちょっとちっちゃいのを買っちゃったからやめて、なんか写真で見るよりは鍵編み感大きい感じするけど、ちょうどいいかも。まあこれは俗によくある、ちょっと動画だと本当に暗くなっちゃうけど、生で見ると中のこの白いやつが見え隠れして、みんなまたキャミ1枚とかできると思うけど、そういうのが嫌な人にはこういうのを合わせて着れたら
着やすいと思います。インナーシースルーのインナーは中は L の600、 L サイズ635円で、上のこれは XL の656円です。まあ、XL はちょっと大きかったかもしれないな。腕がちょうどよくても丈長いやつがシーンって結構あれなって思った。この車椅子乗ってる人も骨格って大事なんだなって思うことがあって、よく最近骨格ストレートとかナチュラルとかウェーブとか言われてると思いますが、私はみんなが言うには骨格、ザ骨格ストレートなので、そういう人とかはこの T シャツとか着るとき、トップス着るときに短いやつだとちょっと座ってる時に着るとなんか太って見えるんじゃないかな、よりお腹が出て見えるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ痩せてる人はいいかもしんないけど、骨格ストレートでちょっとぽっちゃりな人は、車椅子の人は長めのやつを買ってここで止めない、ちゃんと頑張ってお尻の下をなるべく通して、で太ももの真ん中くらいまでこのトップスが来るように、あのダボダボ系はね、着た方がお腹ポニョンって出てるように見えないし、なんか綺麗に着れると思う。こういうダボダボ系をここら辺になんか溜めちゃうとより太って見えるなっていうのをここ何年間やっと気づいて、最近はオーバーサイズの T シャツ着るときは太ももの下を通して着るようにするとお腹が気にならないなっていう風に思いました。はい、それ以外にも、まあ、下着とかも買ったけど、あと普通に仕事用で着れそうなブラウス、青と緑を買いました。はい、これもなんか綿っていうよりはちょっと コットンでもないけど、なんかボツボツしてる感じだから、普通のこのモコモコ素材になってる分、普通のシワよりはシワのように見えないなっていう良さを感じております。 S サイズで1070円、1枚1070円のシャツ、まあ、これは本当に仕事の時に着るやつです。セットアップ1個買ったの、コーデュロイ素材の緑の T シャツのセットアップ、まあ、着ればいいんだろうけど、ちょっと着るのめんどくさくなってきた。はい、これはセットアップで M で1509円、ね、上下で1500円だから安いよね。あ、ちょっとやっぱ毛玉みたいなのがつきやすい素材だけど、まあさらっとお出かけしやすい感じなのでいいかなと思いました。はい、ハンガーも買いましたが、折れました、1個もうすでにすでにもう1個折れちゃって、肩がつかないようなハンガーなんだけど、ニットみたいな重たいもの持って、こう上の方、ここを持って端っこを持ってこうやってかけようとするとちょっと重さに耐えきれなくて折れたので、こういう軽いもの T シャツ類だけをかけた方がいいかなと思います。10本入って929円ですね。で、まあ、その他、パンツとかも買いましたけど、やっぱ大きかった、サイズ M サイズ買ったけど大きかったな、まあ、でも使えそうだったんで使いたいと思います。今回はでも全部良かった、大成功だったなと思ったので満足でございます。ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。